高橋みなみは、日本の女性歌手、タレント、女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーで、チーム A に所属し、AKB48 グループの初代総監督を務めた。同グループの派生ユニットノースリーブスのメンバーである。愛称は高みな。東京都八王子市出身。血液型は AB 型。プロダクション小木に所属しており、プロダクション小木の関連会社であるママ&さんと業務提携している。既婚。公式ファイクラブ名はチーキーアイズ。AKB48 時代2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、身長は 148.5 センチメートル。血液型は AB 型、星座はお羊座。六星占術は木星人。弟がいる。マンチカンを飼っており、名前はにゃーちゃん。母校は八王子市立中野北小学校である。愛称は元チーム A の大島舞が名付けた高みなである。篠田真理子はほぼ南と呼んでいる。小さい頃は人についていくタイプであった。オフの日は基本的に寝ている。ソロデビューして歌手になることが夢であった。峯岸みなみとは、名前が同じことが縁で、仲が良く、W みなみと親しまれている。AKB48 で、同じ1期生の小島春菜、前田敦子、板野友美と仲が良く、ファンなどからはそれぞれとのコンビのことをにゃんみな、あつみな、ちんみなと呼ばれている。渡辺真由は高橋に色々と助けられ、なんでこの人はこんなに優しいんだろうと感動したという。20歳になった2011年4月8日、成人になった証として、初めてピアスの穴を開けた。2012年の5月、外出中に洋服店内のアロマキャンドルから引火して、髪の左半分が焦げてしまい、腰まであったロングヘアを肩までの長さに切らざるを得ない、トラブルに遭遇した。ザウの銘は、漫画、西遊記に登場する無一物から取った。何者にも囚われず縛られずただあるがままに、己を生きるである。また秋元康からもらった、嫌われる勇気を持ちなさいという言葉を大切にしている。2011年に、努力は必ず報われると、高橋みなみは人生をもって証明しますとスピーチしたが、努力は必ず報われるの部分だけが一人歩きして、批判を受けたりした。高橋としてはむしろ後半の部分が重要と、考えている。努力に関しては、努力の項目のない成功の方程式はないとも述べている。スピードの今井絵理子に似ていると言われることがある。また大島優子に似ていると言われることがある。髪型を合わせると、マネージャーまで大島と間違えるほどである。幼少期は、気管支喘息を患い1年間に60回くらい点滴を打っていたが、小学3年生頃になぜか体調が一気に回復した。母親は無事に育つよういつも神様に祈っていたという。持病はひどい花粉症で花粉症のベテランと言われている。先述の通り令和元日に入籍。夫は高橋より15歳年上である。20歳の時、将来に必要になると思って料理を始めた結果、大の料理好きになった。一番の得意料理は肉じゃがである。銀座のとんかつや梅林の常連客であり、カツ丼が大好物。カレーの食べ歩きをしている。マクドナルド、コカ・コーラ、スターバックスが好き。嫌いな食べ物はブロッコリーである。学生の頃から香水を買い集めているが、今は20歳を過ぎてから出会ったシャネルの香水を愛用している。髪飾りのリボンをトレードマークにしている。AKB48 の同期である小島春菜がプロデュースするブランド、Her lip to が好き。好きなアーティストは中森明菜、ウィンズ、フランプール、アクアタイムズ、サザンオールスターズ、米米クラブ、スーパービーバー、ミセスグリーンアップルで、特に中森は同系の歌手である。サザンの桑田佳祐と対談した際、ツーショットを撮り、この写真家宝。桑田さんみたいな大人になりたいと投稿した。秋元康からすべての知識を漫画から得てる、漫画が教科書と評され、自分でもいっぱい手出しすぎてどれ読み切ってないかわかんなくなっちゃう。私の中で漫画は暇つぶしではなくて、ちょっとした学びに近いと発言するほどの漫画好きである。AKB48 のオーディションの応募時の趣味の欄には漫画と記載していた。愛読漫画は少年漫画系全般で、特にワンピースは愛読しており、スマップのワンピースを選手権に出場したほか、24時間テレビ、愛は地球を救うのシニアコーナーで理想の男性のタイプであるモンキー・D・ルフィのコスプレをした。特技は絵の模写、フラフープである。首でフラフープを回すことができる。好きな色は黒、白、ピンクである。オバマ大統領やスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションを見るのが好き。AKB48 の主力メンバーの一人だった。AKB48 のチーム A キャプテンを務めていた時から AKB48 のイベント、記者会見などにおいてグループ全体を代表して挨拶やコメントをするときは大抵の場合、高橋がその役目を負い AKB48 グループ総監督というポジションに就いたこともあって、名実ともに AKB48 全体のリーダーとされた。秋元康も AKB48 とは高橋みなみのことであると公言しており、高橋自身も AKB48 をファミリーと考えていた。もともとは劣等生のタイプだった。折井あゆみが卒業して、公演前の円陣の掛け声をする者がいなくなり、駒谷瞳からどうするかってなった時に、じゃ、高みなやってみなよって言われたことから、誰も引っ張る人がいないんならやってみたいなっていう気持ちになって、それ以降リーダーシップを取るようになった。リーダーに関しては、間違ってもいいから、自分自身が正しいと思った道を示すことと述べている。高橋は、正直、総監督は、しんどいです。きついですと語った。秋元康は当初、AKB48 とは、高橋みなみのことであると言っていたが、高橋が卒業した後は、AKB48 とは、指原莉乃のことであるというようになった。AKB48 のメンバーとしてデビュー前に芸名を考えようとしていたが、結局高橋は本名のまま高橋みなみで変えなかった。性格は感受性豊かで涙もろく、イベントやテレビ番組などでしばしば涙を流すこともあった。もともと運動神経はかなり鈍く、スキップもできないほどだったこともあって、加入当初は最もダンスが苦手な方で、練習ではいつも居残り、チーム A ファーストステージ、パーティーが始まるよの振り入れの際には、夏まゆみから、できない子がいるから変えましょうと言われ、振り付けが簡単になったこともある。初めて、ミュージックステーションに出演した際、スカート、ひらりを披露したが、秋葉系パンツ見せ集団などと言われ、辛かったという。AKB48 の、恋愛禁止については、アイドルとして成功したいなら、恋愛はしない方がいいと述べている。週刊 AKB の DVD には、特典映像として、南高橋の滑る話が収録された。峯岸が通学していた中学校の卒業式に立ち会ったり、秋元さやかのチーム系キャプテン辞任発言が報じられた AKB48 のオールナイトニッポンの生放送中には、日本放送に駆けつけた。後輩の横山由依を私の推しメンと呼び、AKB48 に在籍中は一貫していた。2016年3月27日に行われた高橋みなみ卒業コンサートでは、思い出のほとんど、リバー、背中言葉、桜の花びらたちなど、全31曲をセンターで披露した。チーム A ファーストステージ、パーティーが始まるよ公演チーム A セカンドステージ、会いたかった公演チーム A サードステージ、誰かのために公演チーム A フォースステージ、ただいま恋愛中公演ひまわり組ファーストステージ、僕の太陽公演ひまわり組セカンドステージ、夢を死なせるわけにいかない公演研究生、ただいま恋愛中公演チーム A フィフスステージ、恋愛禁止条例公演シアターチー、ロッソ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム A6 ステージ、目撃者公演、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演チーム A7 ステージ、恋愛禁止条例公演配信限定奇跡は夜、生まれる愛しさのアクセル誰かを教えてペロリとペペロスティルを手上げララワイフと思うことオールオブユー。現在の出演番組過去の出演番組現在の出演番組過去の出演番組単発ツアー。ありがとうございます。